こんにちは。よろしくお願いします。葉山牛サーロインを、はい、はい、ください。はい、うわ、すごい。美味しそう。これを食べますよ。うわ、すげえ。楽しみです。これです。よっしゃ。さあ、到着しました。こちらはですね、葉山 RV サイト、テントサイトでございます。こちらで、先ほど買いましたサーロインステーキを焼いて、豪華に食べてみたいと思います。さあ、その前に、ようやくこの私の JP スターが活動する時が来ましたね。活躍する時が来ました。このサイドオーニング、こうやって出したいと思います。いけい。ちょっと待ってください。あれ、切れたんでしょうか。こちらですね。おっ、来た、来ました、ついについに出ますよ。もうすでに日陰ですけども日陰ですけど気分です。もうこういうのは一回出しましょう。ええー、ね、これがやりたかったのよいや、やりました。さあ、では、今からですね、こちら、お世話になっております DOD さん、 DOD っていうですね、キャンプ用品のブランドがあります。そこの方にいろいろ借りました。おお、この椅子とかも今から作っていきましょう。多分こうやろうな。椅子の骨組みができました。ここにこれやね、こうか、こうだ。こうつけると。よし、かわいいね、 DOD、 このウサギのマークで、こうやって、あ、なんかめっちゃ色も合ってるやん、すごいね。よいしょ、うわー、これだね、きたきた、いい感じです。あとね、フライパンも貸していただきました。これはなんだ、奥用のやつか。あ、こうか。あ、なんか、あ、入った持つやつや。ほんでこうか。ほんでこれが磁石になってて、こう蓋になるっていう、すごいね。蓋もこれでいけると。お皿代わりというか、だ、まあここでもお肉が焼けると。そして、こちらね、実はこれもフライパンなんですね。こちら新しい商品らしいです。これをこうかな、いや、こうかな、いや、ちゃうな、どうだ、こうなのか、こうっぽいね。で、こうかな、違うかな、なんかちゃうな、なんかちゃうな、きっとなんかちゃうぞ。わかった。あ、ここか。え、これで固定する。あ、こうだ。おお、なるほどね。これで高さが調整できるんだ。ここでもいけますし、ここでもいけますし、こんな簡単やったや。上じゃなかった。この隙間や。ちょっともう一回さっとやるとこ取ろうか。この鉄板、こちらこうつけまして、はい。簡単です。すぐできます。この段のところにこれをね、木の部分を挟みます。はい、もうこれで。
ファミレスのような鉄板がこれで出来上がると。こちらもフライパンみたいなもんですね。焼き器です。 DOD さんがどっちもう絶対浜口さんこれ似合いますよ、絶対やって来てくださいっていうことで、なんとこれ寝袋なんですが、なんとですねこれ来て動いてそのまま活動できる寝袋になっております。冬キャンプに持ってこいやね。まだまだちょっと寒い時期続きますんで、まあ、このままこう寝ることもできると。めっちゃめちゃあったかい。いいね。じゃあもうこれ着て、じゃあちょっとお肉焼きますか。まずはフライパンを温めましょう。よいしょ、こうよね。あ、ついた、つきました。お、縮まった縮まった。なんや、あ、俺電源、あれなんか縮まったぞ。どうなって、俺電源を持ってんのか。どういうこっちゃ。ポケットに入れた電源がこれ反応したね。押されたみたい。あ、ちなみにこれね、トイレとかどうすんの。もちろん前はこうやって開けたらいいんですけども、なんと後ろチャックがありまして、お尻出すことができました。これでいつでもどこでも大丈夫です。女性にも優しいという、これいいね。めちゃくちゃ機能的です。さあ、そんなん言ってる間に温まってきましたね。ちょっとまずはこの牛脂で。わ、ちょっと熱すぎたか。さーっと、ちょっと熱すぎるか。やばいやばいやばい、火がちょっと強すぎるな。消えた、消えました。どうでしょう、消えちゃった。ちょっとすいません。そしてこの7063円のサーロイン、これですよ。7063円のサーロイン、行きましょう。いや、イエーイ。うわ、ちょっとフライパンに入らんな。いい感じ、火がついてんのかわからん。これどれぐらい焼いたらいいんだろう、ようわからへんわこれ。あ、やばい、バランスが怖っ。怖い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 。よし、こうやっとこう。いいね、イエーイ、イエーイ、いい感じ。塩コショウしますか。まだええか。ええね、うわ、最高の贅沢です。イエーイ、もうこれでもいけるぐらいもんね。ちょい生でもいける感じでしょう。塩コショウもええねんけど、俺はエバラがええけどな。エバラで行きたいけど。いい感じかもしれません。これです、やった、イエーイ。ほいで、ほんでね、これお皿ね、ここのお皿にじゃーできました、極上サーロイン精兵器です。素晴らしい、このフライパン優秀ですね。うわ、ええでしょう。いきます、いただきます。うまい。お肉のね、脂がめちゃくちゃ美味しいの。ほんまにええお肉で、もう50歳でしょ。こういう脂って
ムワってしちゃうんですけど、一切そのムワがない。こういうね無茶な食べ方って僕かなりやってきたんですよ。で大体噛み切られんかってぐちゃぐちゃってなってちょっと使えませんねみたいな感じやけど、これねもうこのままかぶりついて噛み切れんねん。筋が人間の歯でさっと噛み切れるぐらいのマジ柔らかさ。うわめちゃくちゃ美味しい。プチ贅沢じゃなかったん、贅沢やね。ようやくちょっとこう一人キャンプ的な感じでできたと思います。なんかいろんなとこに行ってこういうのやってみたいですね。いろんなステーキ食うっていういやめっちゃ金かかるなソーセージからランクアップしてしまいましたけども、いろんないいお肉を食べに行くっていう贅沢ですよ。なんかこういうのやってはる人ももちろんいるかもね。もうあの子育ても終わってこうセカンドライフを送ってる方で奥さんと行くのもいいですし、男一人でキャンピングカーに乗っていいお肉を家族に内緒で食べるっていうやってますよ僕浜口さんっていう人はどんどんコメントください。僕もコメント読みますんでこういう贅沢な遊びありますよみたいなね、ぜひ僕に紹介してください。あーでもやっぱエバラかけたいわうまっ。